韓国政府が上半期だけで91兆ウォンを銀行から借り入れていたことが判明したようです。記事とネットの反応を見てみましょう。韓国政府が税収不足の影響で今年上半期だけで韓国銀行から91兆ウォン1ウォン約 0.11 円以上を借り入れていたことが韓国銀行の対政府一時貸出金利子額内訳資料で分かった。それによると今年上半期1から6月に政府が韓銀から対政府一時貸出制度を通じて借りた貸出総額は91兆6000億ウォン。そのうち71兆7000億ウォンは返済したが、19兆9000億ウォンは未返済の状態だ。上半期の累積貸出総額は、関連統計を確認できる2011年以後で最も多く、新型コロナウイルス感染大流行時期である。2020年上半期73兆3000億ウォンよりも多い。累積融資額による利子額は第1四半期は638億ウォン、第2四半期は653億ウォンで計1291億ウォンに上るものとみられる。今年上半期の利子規模も過去最大規模だ。韓国銀行の対政府一時融資制度は政府が歳入と歳出間の時差によって発生する一時的な資金不足を埋めるために活用する手段だ。それでは日本の反応です。なんだスワップなんて必要ないじゃん、自国内でちゃんと処理できてるじゃん、やればできるじゃないですか、他国には返さなくて自国の銀行には返すんだ、まだ借金残ってますけど残りは分割払いですか、そうそう、恩をもっとすればいいんだよ。わかってるじゃん。一番大切なところが隠されていて、対外債務がほとんどだから、その金利は他国の利益になっていること。自転車が普及していない国なのに、財政は自転車操業。日本を超えたという韓国ならば、日本よりはるかに少ない国債残高はへでもないはずだ。心配は無用だ。しかし、その実態は、首が回らないところまで来ているかもしれない。そうだとしても自業自得だな。返す金がないからってお札をするってことは、確実にお金の価値を下げるってことなのに、韓国には経済を分かっている人がいないってこと？ということで、韓国さんも大変みたいですね。韓国さんは日本に対して税金が高すぎるとか言って馬鹿にしているのをよく見かけますが、韓国さんもとある教授の論文で、2000年以降に生まれた世代は、障害所得の約 40% を税金として出さなければならないと計算しているようです。そして、韓国さんの反応では、ほとんどの人がユンさんの文句を言っているようで、まあ、昔からそうではありますが、とりあえず、人のせいにばかりしていますよね。3年後の大統領選では、イ・ジェミョンさんが代表を降りちゃったのは残念ですが、それでも、反日政党が政権を握るのは間違いなさそうですし、もっと状況は悪くなる気がするんですが、大丈夫なんでしょうか。でも、韓国さん、最近は韓国より日本の方が貧しい生活を送っていると、日本の心配ばかりしてくれているので、韓国さんは多分これからも大丈夫なんでしょうね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。